じゃあもっとドレスできる。今日はみんなありがとう。今日は虫らずを抜いてきたんですよ、ここの。でも全然腫れてないでしょ。もうね、1本しか抜いてないんですけど。あ、痛み止め飲んでない。待って、ありがとう。やばい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 、どうしよう。お昼も飲んでないわ。でもお昼に抜いたけど大丈夫か。やばいやばいやばい。お薬飲んでない。ありがとう。待って待って、やばいやばい。じゃけちょっと痛くなってきたんか。やばい、絶対飲んでくださいって言われたのに。もう一回、どうしよう、今パニック。配信終わってから飲もう。だってなんか食べんといけんもんね、ちょっとだけでも。うーわー、あっぶね、ありがとう。そうじゃ、痛み止めて存在があった。なんかちょっとうずいてきたなぐらいの今感覚で、なんかすんごい麻酔がめっちゃ効いとったんかもしれんって思って、なんか11時半ぐらいで抜き終わったんですけど、今日のお昼の2時間で麻酔切れるって言われて、13時半には切れるけどさ、なんか私はめっちゃ麻酔が、もしかしたらなんかすごい効く人だったんかなって思って、今になって切れてきたんかなって、不思議に思いよったら。薬か、メンシロスって全身にいません。うん、こんばんは。なんかね、2個お薬渡されたんですよ。飲んでくださいって言われた。今日は量ない。そう、増やしたんです。あとバイトに戻した。でもちょっと幼く見える。なんかさ、抜いた歯持って帰りました。自分にどんな前髪が似合うんかわからん。抜いた歯こんなね、ケースに入れてくれたの。手につけれるんです。で、これじゃない、これじゃない。これは綺麗すぎやろ。ザ歯じゃん。これはケース。でもちょっと見せられないですね。なんか洗ってくださったけど、それでもなんか赤かったりするから見せられないけど、すごい。肌うえ、ちょっとまだ生々しい感触が、歯茎の埋まってたところにありますね。うえ、なんかね、じゃあ一回シミュレーションするからねって言われて、で、あ、わかりましたって言って、はい、じゃあまずここに綿を詰めるでしょって言われて、で、はい、こうやって引っ掛けて、あ、
あの引っかかりがあるね、いい感じに抜けそうだねみたいな言われて、はあはあって言ってて、ペンチみたいなこうやってガコガコして、いい感じだねみたいな話までしてくれて、そこまでがシミュレーションかと思ったんですよ私は。はあ、こういう感じかって思いながら、そのシミュレーションを体験しよったら、シミュレーションはその一番最初の引っ掛けとった時だけだったっぽくて、ペンチとかはなんか本番だったらしくて、私は何にも気づかずに、ああそういう感じか、そういう感じかと思いながら、シミュレーションなのに、その抜いた後の隣の歯の干渉なんかしてるかしてないかみたいな話とかもしてくれて、あシミュレーションなのにここまでやってくれるんやって思ったら、もう抜かれとって、なんか終わりそうだったんですよ、そのシミュレーションの後にもう、はいじゃあ今かがわず挟むから噛んで、なんか圧迫止血してねみたいな言われて、えみたいな、終わりそう、え私の歯ってもう抜けたんですかって聞いたら、もう抜けたよって言われて めっちゃびっくりした。そう、なんか3点麻酔打って、でも麻酔もねすごくお上手なんですよ、もう全然痛くない、なんか歯医者さんでたまにこんなさ細い銀のこんなカチカチってやるやつあるじゃん、ちょっと先が曲がっとる銀の爪楊枝みたいな、あれでちょいちょいってされとるイメージぐらいの感じなの、なんかされてるなキノムタワーか、そう書きました。若干さんは3日間タワーでしたよね。ありがとうございます。ありがとう。綺麗に生えてると抜きやすいらしい。そう、ありがとう、楽しかった。こちらこそありがとう。はい、ありがとう。歯医者行ってから抜くのに正味何時間？私は11時に行ったけん、で30分には出たけん、その間です。でも待っとる時間もあったけん、マジ抜いたのは10秒、体感10秒、超早かった。そう、ここだけしか抜いてないんですけど、こことこことここにはまだ親知らずが残っとるけど、ここだけ生えてたんですよ私は。でこことこことここはまだ埋まってるから、もしこことこことここを抜くなら切開して中に埋まっとる骨をなんかちょっとずつ取らんといけん、多分。こう右上しか生えてなかったから、今日ここ抜くけど、まあここは多分すぐ抜けるだろうから残り3本の練習とでも今日は思っといてねぐらいの 感じで言われて、あはい、その3本もさ抜いた方がいい持ってなかったから、私は抜くんかなって思ったけど、その言葉で残りは大変っぽいけど、上はね下に向かって生えてるけど、こっちは横に向かって生えてるんです
こう押してる歯を、歯だとしたら私の顔がこうこう、これが正常な、まこれ歯と歯にすればいいか、こうなってるの、こっちはこうでこっちはこうみたいな、じゃけん手強いんじゃけど、多分下はね、寝た日にお酒ダメしてます言われたよ、抜いた日の注意事項。止まってるやつの手の痛かった。ねえ、絶対痛いよね。ペタ外しにすんだね。多分。歌い前に抜きたかったな。いやなんかね、今かなって。ちょうど舞台があるから。逆に舞台稽古で予定が取られてて、でも今リモートだから晴れたりしても多分大丈夫だし、なんか舞台とかの期間じゃなかったらさ、その土日以外にロケとかが入ったりさするかもしれないから、こうまとまったまとまった休みでもないけど、まとまったなんかそういう期間ってなかったから、今かなって思って今日予約して今日抜いてきました。親知らず当てた人さすがにいなかった。いや、いらっしゃいました。2人くらいかな、私が見たのかと思った。でも親知らずが生えとるって言って抜きたいって話もしとったけんだと思うけど、今日予約してそのすぐできた。そう、そのずっと親知らずの話をしとった歯医者さんだったけんだと思うけど、今日から寝て休みます。ありがとう。今日からバッシュしたらしゃべりの影響だった、影響あった。どうだって今日のお昼に抜いたからそんなにない気はするんです。今日なんか ここはね細く見える。なんかなんでじゃろ、舌は関係ないよ多分。顎だって舌の歯抜いてないから。楽しかった楽しかったね、また来て。ちょっと、いや多分これ頬骨、寝汗が変わった。今日のお昼に抜いて変わる？でもちょっとさ、血の味がするからあれキャンディー買いました。大きく見える。本当？なんか加工かかったんかな。上の歯がなくなったことに下側がびっくりしてちょっとした。びっくり。それもそれ。自分は横向きの矢印にいたら顔してきた。したーい。私も。私もしたい顔シュッと。ご飯は普通に食べた。いや、おかゆとスープだけ。じゃげーさー、痩せる気がするんだけど。昨日の配信でゆきさんもタワーくださったと思うんですけど、何タワーだったんだろうと思って、まだここまでしか書いてないんですけど、ちょっと痛いんですよね。お腹鳴った。神様みたいなんですか、呆れるくらいになってたこと。
目印じゃなかったっけ。抜歯当日に歌うって大丈夫なのかな。さっきマイハチの見てたよ、ショールーム歌ってた。明日のラジオに支障が出ませんよ。でも出ない気がするんですよね。ソラハちゃんもラジオさ、親知らず抜いた後に出とったよね。5年ぶりに公園の道見て、あ、ねえ、ありがとう、来てくれて公園。上顎使わずに歌ったら大丈夫そう下顎だけ動かすってこと。あれ歌いたい、あれちょっと痛いんですけどね。歌えるかしら、笑顔の。
いい曲、この歌も大好き。1番も2番も B メロの歌詞が好きです。こんばんは。今日誕生日なので道に会えてよろしい。大輝さん、大輝さんお誕生日おめでとう。 Happy birthday 大輝、おめでとう。いいないいな、神様も呆れるくらいにも入ったらいいのに。笑顔のチャンスを一目で歌うのはず。ちゃんとは初かな。一回ギターでなんかちょびっとだけやらなかったっけな。そう、笑顔のチャンス急に入った。でもいつもこんな感じですよね。急に入る系カラオケ。前にも歌ってた。本当？でもカラオケに入ってからは初めて歌いましたね。人間関係、PR デイできますか。人間関係得意な方じゃなくて、一人きりが一番楽だと思って、誰もいない冬の浜でも僕は寂しくなかった。街の中にどんなに人がいたって喧騒が溢れてたとしても、語りかける誰かがいなきゃ孤独を感じてしまう。
そう誰かに打ち明けられればいいけど、なぜだろう恥ずかしかったんだ。こんな風に自信のない心さらけ出すこと、生きるって息苦しいね。知らぬ間に無理してるんだ。どこかで予定伸ばして深呼吸しようか。大人になってしまってもこの海を眺めてみたい。そう僕らやる舞台いい曲もらうぜ。この曲聴くと公園に行きたくなる。お、待ってますね。今日は鍋、牛の鍋が好きです。明日は七並べのお礼させていただきますね。ちょっとまたゆきさんもタワーのお礼させてください。明日絶対しますね。コメントなかったら何のあれだったか予想して書きます。13位ありくんさん、12位カズさん、11位カズノリさん、10位セルチュルタンスさん、9位ユウさん、8位リョウヘイさん、7位テリーピーさん、6位恋してカープさん、5位ブルーさん、4位ジャストミトさん、3位はじめだよさん、2位ユウキさんかな、そして1位はドゥルルンジャジャン、ナッカンさんでした。ナッカンさんは Thank you。 そして22位はドゥルルンジャジャン、マニアザエモンさん、 Thank you。 それでは皆さんおやすみなさい。